1秒前スタートしました。まず内に展開にスタートです。外のスタートも伸びていきそうです。3番の平尾が少しスタート慎重でしたが、その平尾から動きて振り込んだのが1番、さらに2番ですが、まず内をついて4番の澤田、澤田がここで先頭立って、そしてまくっていった3番の平尾が2番手。1秒前スタートしました。内から4艇ほぼ揃ったスタート、6艇もあまり差がないスタート。1周1マーク、1号艇鳥ヶ谷がインから逃げる、引いて切り込んで2号艇の広瀬、1号艇若干バタついた、4号艇そして3号艇も入ってくる、バックステップで入って、さあ4号艇2号艇3号艇1号艇4艇接戦模様も、2号艇地元フレッシュルーキー広瀬デビュー初優出なるか、一定心先行しました。1周2マークの攻防スタートは正常でした。2号艇広瀬先取って3号艇が握ってくる、引いて切り込んで4号艇もホーム直線コースに帰って、先頭は2号と広瀬敦也、3号艇前澤組なんて。スタートしました。少々ばらついたシートも2コースと、そして4コース、4号艇そして2号艇が好タイミング、まくっていく4号艇阿部、そして6号艇市川の差し、さらにもつれたか、外を行った3号艇新田陽一がここは単独先頭、2番手は3艇審査、4号艇阿部が優勢も、内側から5号艇末永、そしてすぐ後ろから6号艇市川も追走。なお第7レーススタートは正常です。焦点は2番手争い、ここはセンターから5号艇末永先に行く、3号艇新田もややもつれた、さばいていった4号艇阿部ホームステッチ、再び先頭争い混戦か、内側4号艇阿部がここは若干優勢か、しかし外から5号艇末永、内に代わって3号艇新田、6号艇市川、4艇による先頭争いは2周回1コーナー、センターから4号艇阿部握っていく、5号艇末永勝也向こう正面、ここで逆転、5号艇末永が単独先頭。ダッシュ4号6スタートを切りました。スロー艇ですが、1号艇2号艇若干へこんでいます。3号艇が伸ばしていくか、ゴンドウ、そのゴンドウが仕掛けていきますが、1号艇が抵抗、変化を加える3号艇遅れを取って、内外4号艇松本純平差してまいりました。スタートは前提正常でした。水陣差目指して4号艇松本純平が単独トップに立っています。その後ろ2号艇3号艇1号艇3艇からも2番手争い、1コースから6号艇伏見は上がってきて、後ろは5号艇佐藤です。マークは4号艇の松本純平回って6号艇が潜り込んでいきますが、さばく3号艇外から2号艇松本純となっています。早稲田出身、ボート雑誌のウェブサイト担当のアルバイトきっかけでレーサーになりました。最後のターンマークをクリアしてまいりました。さあ水上の松潤、嵐を巻き起こしました松本純平、嬉しい水人祭です。おめでとう4番松本純平五輪。まあ、ファンの方に期待してもらえるようなレースができるレーサーになりたいです、はい、松潤ファンいっぱいついてきてますですねありがとうございます。そうなるように頑張ります、はい、では最後ファンの皆さんにメッセージお願いします、はい、これからもっと、努力して、一着いっぱい取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。4番5番ですスタートしました。4号艇鴨原好スタート、6号艇鈴木もいいスタートを切っています。好スタートからまくりに行く構えを見せる4号艇鴨原、内は1号艇の小松、外行った6号艇の鈴木、内からは2号艇の今垣、5号艇大方が続きます。まくり切った4号艇鴨原、すでに5艇身のリード、単独先頭です。ダッシュ4番5番6番でスタートしました。わずかにインコースを3コース、1号艇古田、3コースから3号艇阿部が優勢、1マーク1号艇古田が先制、2号艇佐藤がここは差し、さらにまっくり出しは3号艇阿部、内側から4号艇末永2番差し向こう正面、先頭ですが1号艇古田に差して4号艇末永、ここは判定審ですが4号艇が優勢。
さあ、ただセンター勢5サードは2号手、王様4号手、前原、1の1枠。3号しか出ていく2号手の王様、先生、まくり。4号手の前原、幕安が食らった王戦、3号手の鈴木。切り込んでくる5号手で、また6号手の立つまで向こう正面ですが、セット争い2号手、4号手のマッチレースは、インコース4号手の前原、アートコースレースを作った2号手の王様、3番手してこられて、3号手の鈴木。その後方、6号手、5号手、1号手、一緒にコーナーの世界、さあ、どうせ、さあ、打ち入ってくる。困りは3号手の鈴木、4号手の前原、分回す。チャイニズバーと2号手、王様展開勝利ですが、先頭を振り切ったのは4号手、地元の前原で。スタートしました。スローで1コース、3コースといいスタート。2コース2番旗田、やや遅れて壁の薄いところ、1番石岡の陰線、1周1マーク、まくり差し狙った3番中林入りきれず、太田はその後続く格好を指してきたのは2番の旗田、旗田の差しが届いて先頭に躍り出ます。